おんべ。小さいですね。多いでしょ。多いでしょ。やっぱさすがにこれを見たらこう可愛いってなる。そうですね。可愛いですね。龍郷町にある奄美インマヤ動物病院に生後間もない4匹の子猫が保護されました。インマヤとは犬と猫を意味する奄美地方の方言です。獣医師の伊藤恵子さんは9年前に奄美大島に移住しました。傷ついた野生動物を治療しながら保護された猫の新しい飼い主を探す活動などをしています。ごめんね。海もすごいです。今の時期だとこうやって天気が悪くなってきたりするとやっぱ命を落としちゃう子も多いでしょうし、間に合ってよかったなと。今のうちにたくさんいろんな人に触ってもらったりとか、ちゃんと遊びをして噛みつかない子にしていかないと。奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島は政府が世界自然遺産への登録を目指し2017年にユネスコに推薦しましたが、翌年ユネスコの諮問機関 IUCN は対象地域が細かく分断されていることに加え、野生化した猫、いわゆる野猫が国の特別天然記念物アマミノクロウサギを捕食する問題などの対策を求め登録延期の勧告をしました。もともと奄美大島の山には肉食の哺乳類はいませんでしたが、捨てられたり屋外で生まれたりした野良猫が山に入って野生化して野猫となり、奄美のクロウサギなどを襲っています。奄美大島では8年前から野猫の発生源となる野良猫を減らすため、地域に生息する猫を捕まえて避妊や去勢手術を施し元の場所に戻す TNR という取り組みを続け、これまでにおよそ5000匹の野良猫に実施しました。こうした実績などが評価され、ユネスコの諮問機関 IUCN は今月10日、当初の推薦を修正した努力を称賛すると評価し、登録は妥当と勧告。奄美沖縄の世界遺産登録へ大きく前進しました。やっぱりね、嬉しかったんです。TNR したりとか、野良猫を減らしている活動の効果は出てきているんだろうなと思います。TNR を続けてきた奄美市環境対策課の東原かなさんは、発生源である野良猫が多かったっていう事実はあるので、その部分で少しずつでも成果が見えたということはとても嬉しく思ってますし、こうした取り組みは屋外で死んでしまう不幸な猫を増やさないことにもつながっています。奄美市の指導で回収される交通事故による猫の死骸は2015年度は181匹でしたが、昨年度はおよそ4分の1となる49匹でした。世界遺産になったからといってそれで終わりではなく、これから保全をしていくっていうのがすごく大変なことなので、しっかりと守っていけたらなと感じてます。スタートです。よろしくお願いします。すみません。今月15日、奄美野猫センターで今年度2回目の TNR が行われました。全部で16頭手術する予定です。この時期は野良猫の繁殖シーズンで、できるだけ多くの猫に手術することが重要です。取り残しちゃうから5匹生まれたっていうと、もう6匹になるんですね。でそれが2頭女の子がいたらもう10匹になるとか、本当にあっという間なので。一方、保護された猫に新しい飼い主を見つける活動も進められています。奄美市にある喫茶店コボタナ、
店を経営する旧野優子さんは、猫を屋外ではなく室内で正しく飼うよう呼びかけるため、7年前猫好きの仲間とボランティア団体奄美猫部を立ち上げました。喫茶店の屋根裏部屋に広がる猫の世界。旧野さんは去年10月、保護した猫と新しい飼い主の出会いの場として保護猫カフェガッティをオープンしました。ケージには今月17日に来たばかりの黒い子猫が。車の下の部分の部品の隙間に入り込んじゃってて、なかなか出てこなくて、ご飯も食べずに何日間かいたみたいですね。でお腹にも虫がいたし、体中のみしらみだらけだったし。旧野さんたちのグループはこれまでに81匹の保護猫を新しい飼い主へ譲渡してきましたが、厳しい現実が続いているということです。子猫がまだまだ生まれてて、相談もひっきりなしでっていう現状はまだまだ続いているので、いつまで続ければいいんだろうっていう果てしのない不安もあったりもするのも現実で、もっと確実な保護活動とか啓発動とかができる猫部を目指していきたいですね。すいません、よろしくお願いします。あ、この子ですね。新しい飼い主に出会えた猫はどんな生活をしているのでしょうか。保護猫を受け入れた2人を訪ねました。2人とも猫を好き で猫をいつか飼いたいねっていう話をずっとしてたんですけども、飼うならどうせなら保護猫を飼いたいねっていう話はしてたので。瀬戸内町の岩崎歩さんと鈴木遥さんは、奄美インマヤ動物病院に保護された猫を伊藤獣医師から紹介され、今年3月から飼い始めました。引き取った猫は青い目が印象的で、おっとりした性格のカブ。今年9月で1歳になるオスです。野猫対策の活動に共感して飼うことを決めました。まだまだ子猫がいっぱい生まれてくる中で、私自身も保護猫に対して発信していけたらなと思いました。で、まあ、どこに行ってもね、どういう場所に住もうがずっと一緒に暮らしていきたいなと思います。世界に誇れる豊かな自然を守り、不幸な命をこれ以上増やさないために、ひたむきな活動は続きます。